25円から30円ぐらいのですね、リッター補助が今出ていて、それなりの効果を上げていると思いますが、一方で、副作用も出てきていると思います。その一つが、税金の無駄遣いですね。この政策の効果があるかどうかを全国のガソリンスタンドに、2万以上、3万ぐらいのですね、ガソリンスタンドを調べるということに62億円使ってやっていると。補助金を受けた天下り団体が博報堂に委託をして、さらに博報堂が子会社に再委託してやっているということなんですが、ガソリン価格を調べるという調査がですね、資源エネルギー庁がすでにやっている2000ぐらいを対象とした、いわゆる本庁調査というものとダブってるし、で今回、62億円かけてやった調査結果は非公表、さらにこの価格抑制ということに、その調査することがどのように寄与しているのかは、そもそもエネ庁は分析さえしてないと、これはもうやめたほうがいいんじゃないですかね。